トールマン TG183 は、ロリー・バーンとジョン・ジェントリーが設計した F1 マシンで、ある。1982年イタリアグランプリから1984年、サンマリノグランプリまで投入された。TG181 の後継者として開発され、カーボンファイバーモノコックからできている。シャシーお及びエンジンの信頼性が上昇、前年より競争力を増し、 最終戦ラスベガスグランプリではデレック・ワーウィックが予選10番手をマークしている。1983年から全車フラットボトム規定に変わり、前年型をレギュレーションに合わせたトールマン TG183 バイトを投入。フロントノーズにスポーツカーノーズというのをできていて、床下に完全なベンチリーシステムとなっていて、巨大なダウンフォースを発生し、 リアウィングにアスペクトレシオの大きなフォワードウィングと通常のリアウィングがフラットボトムでのダウンホース削減分を補うという特徴を持ちワーウィックが第十二戦オランダグランプリから四戦連続入賞しコンストラクターズ9位を記録した九百八十四年は第四戦サンマリノグランプリまで投入し同年にデビューしたアイルトンセナが第二戦南アフリカグランプリ 第3戦ベルギーグランプリで2戦連続6位入賞を果たし、第5戦フランスグランプリ以降から新車 TG184 を投入したオートスポート2009号 7&14 号 3A 処方2009年 P68 ありがとうございます。